morning, everyone. How you doing? I'm Crystal from Honolulu, 2024 April 8th, Monday. 皆さん、おはようございます。お目覚めいかがですか？クリスタルです。今朝もね、ホノルルより毎朝ラジオを発信していきたいと思います。こちらはですね、もう休みなく、宇宙から星を伝って、私たちをサポートしてくれているこの星エネルギーをどのように、ポジティブに取り扱っていったらいいかという星エネルギーの取り扱い書を発信しております。そしてですね、クリスタルが読み上げるサビアの内容、そしてね、アスペクトは、チャートにね、書き込んだ感じでね、これね、自分の、記録用なのですごく字は保証できませんけど、インスタグラムにアップしております。そしてね、ソリッドの分は、東京アットヌーンで撮っており、YouTube の、コミュニティに貼り付けております。そちらをね、ご興味ある方はご参照ください。それではね、スタートしていきたいと思います。月はね、昨日の夕方、おひつ座さんに入りました。これによって、もう皆さんね、体感されている方も多いのではないでしょうか。新月、そして日食の、もうね、エネルギーゾーンに入っております。そしてね、太陽は引き続きおひつじ座さん、今日はね、サビアン19度になります。ワードはですね、魔法の絨毯といって、自分の中の活力が、呼び起こされる、これね、自分で呼び起こすんです。そしてね、のようなエネルギーが今日ね、みんなに平等に降り注いでおります。そしてね、ブラックリリスは天秤座、これもね、読み上げますね。あ、ごめんなさい、読み上げない。ごめんなさい、何を言ってるんだ、ごめんなさい。ね、ブラックリリスをなんで読むかと言いますと、結局、ブラックリリスの今天秤座なんですけど、この天秤座のテーマの、内容をね、もしもあなたが、そうであれば、その、コントロールから支配からね、解放される、要は卒業することによってで、ドラゴンヘッドとテールは、統合されて本来のあなたで生きていけれる。そしてね、このブラックリリスを解放することによって、なんと、第二の太陽と言われたり、太陽を補佐するエネルギーに変わり、私たちね、あなたのね、人生をさらにね、輝かしてくれるっていうエネルギーに変わるんですね。なんでね、私がね、毎日もうチェックしますので、自分に問うてみてください。いきますよ。ブラックリリスの今天秤座なので、天秤座的テーマ、あなたはちゃんとできていますか、そこから解放されていますか、といった感じで自分に問うてみてください。はい、あなたはね、天秤座っていうのはパーフェクトなバランスを取るっていう星座さんですよね。絵柄で言ったら、1対1のバランス、はい、9対1とか、あなたが9の側になってませんか。はい、相手に合わせすぎて、他人軸になっていませんか。イコール、それは相手にコントロールされていませんか。ちょっときつい言い方ですけどね、コントロール下にありませんか。例えば、天秤座っていうのは、パーフェクトであれば相手の他人がいて自分が、そしてバランス取れますけど、そうではなくて人と人の間、1対1の関係を超えて、例えば2人とか3人の間に、あなたが入ることによってめちゃめちゃ疲れたり、人によってはクリスタルもありましたけど、鬱っぽくなったり、結局人で外でバランス取れていると思いきや、取れてない人の場合何が起きるかっていうと、家に帰って一番大切な家族やパートナーやお子さんにちょっと八つ当たりしたり、ご飯を作る時に、愛情を込めて、作りたいどころか、なんかイライラしたエネルギーでご飯作ってしまったりしてませんか。はい、それはね、ブラックリリスがあなたに問いかけています。解放しましょう、卒業しましょう、そのコントロール下から、解放されましょう、卒業しましょうと、問いかけております。これ毎日問いかけるので、今日は解放されなくても大丈夫ですけど、ぜひぜひね、問いかけてみてください。はい、スタートしますね。本当にね、もう、新月、日食の、ゾーンに入ってますけど、その次に起きる、このもう本当に今年のね、ビッグイベント、13年から14年に1回やってくるビッグイベント、これをまず読み上げます。4月の21日に50になります。人生の変革、大きな価値観の変革、これはね、幸せ発展拡大の、木星、そしてね、あなたの人生を新天地に連れてって変革してくれる天王星、これがね、もうね、すでに、影響を強く、私たちに影響を及ぼしてます。
イコール価値観が変わってきたり、人生がかなり大幅に変わってきている人、いた場合はこの影響になります。3月の21日から5月の21日までも、すごくね、第2にね、4月の21日の次に大きな、エネルギーの影響を、及ぼす日と言われています。これもね、もうあなたに及ぼしているので読ませてもらいました。そしてですね、今ね、魚座にある、金星、あなたの人生を、キラキラね、あなたのときめくように、持っていってくれる、サポートしてくれる金星、これとね、魚座にある海王星、それをね、広く広げてくれるイマジネーション、あなたの理想を広げてくれる、海王星、これがですね、それぞれね、冥王星、生まれ変わらせてくれる、生きたまま生まれ変わらせてくれる、トランスサタニアン、最後の、トラサタの外惑星ドン、これがね60度で今日ね、いい感じで、調和が取れてますというのは、どういう感じでじゃあ現れてくるんだっていうことは、あなたの、本当の人生のときめきを持ってあなたの人生計画を進ませてくれるように、今までだとできなかったことをね、土の時代だとできなかったことをできるように、力を与えてくれる、サポートをしてくれているのがこの今日エネルギーの、配置となっております。そこにね、さっきご説明させてもらったブラックリリス、これとね、調停、コンプロマイズという三角形を、形成してくれます。これはどういうことが起きるかというと、はい、さっきクリスタルがね、ブラックリリスの代わりに問い立たさせてもらった、あなたコントロール下にありませんか、ちゃんと自分軸を持って 人とのコミュニケーションを取れてますかということ、これがねできてない場合は、尾崎豊の、はい、卒業、この卒業をしていくっていうことを、調停させてくれる、コンプロマイズさせてくれる、やりやすいように進ませてくれるっていうエネルギーが今日も、実は明日日食の時もずっとね降り注いでますよといった感じでサポートが、なされてます。でね、これが、促進されて、この、自分軸を持ってない方はそこから、他人軸から自分軸へと卒業して、自分軸に合わせていくことによってで、ドラゴンヘッドとドラゴンテールの統合が、切り離されているね、今だと、できてくるということになります。そうすることによって、ドラゴンヘッドとドラゴンテールの統合が起きると、もう本当にね、日本人としてもう日本の国自体が竜の形をされている、竜のエネルギーが、地下に宿っているって言われているように、竜の目覚めが起きるんです。それイコール日本に生まれたあなたは竜の目覚めが起きる、本来のあなたで生きて、それぞれのね才能を発揮していけれるということになるんですね。はい、そしてね、それをするためにもまた、土星と火星はあなたに、サポートして呼びかけてきています。はい、問いかけさせてくださいね。土星と火星の代わりに私があなたに問い立たさせてください。これはね、人生のバランスのバランスシートの計算をしてくれている組み合わせになります。まあ、おたき火ですね。土星先生っていうのはあなたが頑張ってきたのにその評価をされてない買った場合は、ちゃんとあなたによく頑張ってきたねっていうね、ちゃんとしたギフト、それにね相当する評価をあなたに与えてくれます。そしてもしもあなたがズルをしてきた場合、誰かのね盗んで自分の評、結果として取ってきた人がいたとしたら、はい、ズドーンと落とされます。でもね、それはねカルマが解消されると思って今ここでね受け入れておきましょう。そこにね火星、これおたき火です、炎です。炎っていうのはね、浄化の作用もあり、あなたの生きる、力となって、エンジンをかけてくれるということなんですね。要は、あなたに今葛藤があるとしたら、必要な事柄、不要な事柄、これの炙り出し作業が、今ね行われています。これもね、本当のあなたへ行くために起きている炙り出し、お焚き火だと思ってね受け入れましょうね。そしてね、これが、自分でね真正面から逃げずに受け入れることによって、はい、もう受け入れてくれてると思います。何かすっきりしてませんか？もうね、すでにね、さっきね冒頭でも言ったように、明日の新月日食、日食っていうのは6ヶ月間影響が出ます。それのねスタートラインにもあなたは
立っているっていう感じで、皆さんね先取りできている人が多いので、はい、今日ももちろんお掃除は、しなきゃいけない人もいると思うけど、まあね、新月が終わっても日食が通り過ぎても毎日私たちお部屋の掃除をするようにね、クレンジングはあります。そういった意味でもうスタートライン、これを聞いてくれている人はね、明日のね、もうエネルギーゾーンに入ってスタートラインに立っていると思います。そしてね、やる気満々だったりね、火のエネルギーが強い人か、さっき言ったようにドラゴンテールと、ヘッドがもう統合できてきている人、本来の自分に向き合えている人っていうのはね、さあ行くぞといった感じでね、エンジンを吹かしている感じの、でスタートラインで立たれている人もいるかと思います。でもね、見切り発車だけには注意してくださいね。その意気込み、そのエネルギーはとってもね、魂がねもう行くぞって感じでね、喜ばしいことなんで、よしよしと言ってください。ただね、見切り発車はダメです。なぜかっていうとね、忘れていけないのは水星の、逆行中です。4月の2日から4月の25日まで。でもね、水星の逆行中はすごくねいいことなんでね、絶対ね、いろんなレッスンが組み込まれている。プラス、利点はね、過去を振り返って前に進んでいくためにも、過去のリビューをする、そしてね人との再会、夢の中だったり現実で、昔の関係してた人とまたやり直すとか、何かギフトをくれたり、言葉とかシンクロニシティ的なね、か本当にさようなら、どうも今までありがとうねといった感じで、夢の中、現実、今日どこかスーパーで再会するかもしれませんと、もうまあいろんなことがね、組み込まれてます。だから、ちょっとクリスタルのね、いつも、ちょっと説明がぐちゃぐちゃになるのをこのせいにしておりますけど、まあ本当に皆さんもご存知のようにシンクロニシティも含めてね、パズルのようにね毎日組み込まれております。なのでね、これ全てがあなたにピンと来ることは、お約束できません。でもね、クリスタルの、このたくさんある中でね、有名じゃないクリスタル のね、何かしら聞いてくれてるってことは、何かクリスタルが発している、共にねシンクロしている内容があるのだと思うので、そこだけかいつまんで、あなたはあなたの人生を生きてください、輝いてまっすぐ進んでくださいねといったのが、クリスタル、主観的なメッセージでございます。今日ねできるだけもうね、新月と日食読みはさっき一緒にしておりますので、今日またやること終わったら、あげようと思います。よかったら楽しみにしておいてください。はい、じゃあね、 Thank you for listening and thank you for watching everyone. Have a nice Monday! いってらっしゃい。